埼玉勢が前段のまま7番の高橋です。この埼玉勢を見ながら4番の樋口、3番手の位置、この外からじわりと3番坂本拓也、東北勢が先に動いていくか。しかし前で4番樋口健斗、7番の高橋を先行していきました。4番樋口健斗の先行策となっています。そして外からは3番坂本拓也、この間に後方から南関東の3者巻き返していきました。さあ今日も4番樋口と1番の内田敦、この2人の主導権争いとなる。さあ1番の内田敦が一気に叩き切っていきました。南関東3者が出るか。内田は4番樋口健斗抵抗を見せて2番手が2人並んできまして、この間に中段後ろ7番高橋康弘、埼玉勢がまくってくる。1番の内田敦を並ぶ間もなくまくり切りました7番の高橋。続くのは2番吉田秀樹、埼玉勢の後ろから3番坂本拓也、東北勢も追い込んでくるが、先頭は7番高橋康弘、直線に入りました。2番の吉田氏、さらに外3番坂本拓也がまとめて差し切ってゴールイン。